そうは言っても一緒に背中を任せて戦った人たちを。だから引っ越しもちゃんとしないとね。かやこちゃん、これどうする？さすがね、はるか。どんな逆境からも返り咲いて、なぜならデンディア68なんだから。今日中には出ていかないとダメだって。